グランブルは、井上健二原作、吉岡君竹作画による日本の漫画作品。グッド・アフタヌーン2014年5月号から、連載開始。スキューバダイビングを題材としているが、作中においては、ダイビング描写の他にも、飲み会をはじめとするサークル内での交流も描写される。2018年に、みんなが選ぶツタヤコミック大賞2018、ネクストブレイク部門7位ランクイン。 2021年8月時点で、累計発行部数は650万部を突破している。海が近くにある大学への進学を機に、おじが経営するダイビングショップ、グランブルーに居候することになった、北原いおり。そこで出会ったのは、飛び切りの美女、そして酒とスキューバダイビングと裸を愛する、屈強な男たちだった。そして、元が馬鹿で、 無神経かつ鈍感な性格のよりは彼らとの暴走にのめり込んでいく。物語の中心となるサークル。略称はパブ。大半が男性のため男グループのノリが強く飲み会が盛んで脱いだり強力な酒を飲むことが多い。勧誘も特に男性に対しては強引なところもある。その一方でダイビングには真面目に取り組んでおり受け入れた部員については 非常におおらかな部分を持っている。飲み会の激しさを除けば、サークルの雰囲気は良好。メンバーはここに記述する、人物以外にも存在するが、物語はここに記載された人物を中心に、進んでいく。2018年7月から9月にかけて、毎日放送、アニメイズム B2 枠他にて放送された。番組冒頭では未成年の飲酒禁止、登場人物が、 全員20歳以上の成人で、本作はフィクションである胸のテロップが表示されている。インターネットでは、アマゾンプライムビデオにて中国を除く、全世界独占配信、ビリービリーにて中国独占配信中。2019年11月20日に実写映画化が発表され、花房勤監督、流星良と犬飼い高武主演で2020年5月29日の、 公開を予定していたが、新型コロナウイルス感染症の影響で、同年8月7日に延期された。PG12 指定。なお、アニメ版と同様に、より、公平、戦車は、大学1年生だが、20歳という設定になっている。パブの飲み会のテーマソングとなっている。バモスは、DVD 版にてスペイン語の原詞、日本語の訳詞の字幕が追加されている。作曲、 作詞、編曲は、ザ・シグナライツ、歌はジョヌトン。この楽曲とダンスは、完全オリジナルで原作にはないが、グッド・アフタヌーン2021年1月号において、本作の DVD 及びブルーレイディスク発売記念のコラボ企画として、作画の吉岡君武,武によって、ダンスシーンがコミカライズされた。ありがとうございます。